ユージでございます。コルグオアシス、見てください、この重厚なルックス。もうね、弾いててこれほど、なんて言うんだろう、この、ね、インスピレーションを沸かせてくれるものはないっていうぐらいで素晴らしいですね。見てこのでっかいタッチパネル、もう使いやすいもんね、最高にいいもんね、もうバッチリでございます。オアシスって2005年にこうね誕生して、こうね一世を風靡したモデルですけど、今でもね、実は私このパッド系の音色ではね、もう大活躍させてもらってる、もう手放せない状況になってるもので、改めてね、そういうシンセ系の音色をね、中心に紹介したいと思います。すごいでしょ、たまりません。カルマ、自動演奏がこうちゃんとバッキングをね奏でてくれる、もうインスピレーション湧きますね、素晴らしいです。すごいよね、もうね、これ。音色はね、私も好きな音色で、こうカルマが自動的にね生成してくれるのよ、フレージングを。これほんとすごいよ。
たまりません。言っときますけど、今全部弾いてるの俺即興演奏だからね、全部この、ね、オアシスが私のプレイをサポートしてくれてるという、もう最高です。もうすぐになんかトラックができちゃうという感じがよくわかるでしょ。どんどんできちゃいますね。これすごい。ボイスとかね、すごい。例えばこれなんかはエレピ、エレキベース、でしょ。でね、このオアシスの面白いところはここにあるね、8つのこのパッドなのよ。これをボイシングで、メモにできるんだよ、これ。
かる？岩垣とか。こうやってこう弾いたのを全部メモリできると、でこれでこれカルマと一緒にやると、こういうことでできちゃうわけ。これは楽しいでしょ。割とこうトリッキーなプレイにも使えるしね、すごいです。これもう超楽しいです。でね、今紹介したのコンビネーションなんだけども、もちろんプログラムとしても非常に優秀な音源がいっぱい詰まってましてですね、まあこれ、まあ、PCM ですね。これ4つの波形がこうにこうね、順番になるようになって、タッチで変わるようになってますね。とかこれなんか FM だね、タッチするとこれ分かりますね。こうというこれもね、中入っていくといろんな音種が入ってます。もうモロに FM ってのは分かりますよね。ここにこうね、ここからこっち側にこうつないだりとかね、いろんなことがねできるんですよ。これね、こうやってつなぐことができますね。こうやってね、わかりますかね、ここにコードをつなぐことでこの各オペレーターをこう変調どうするかっていうことができる。まさしく FM。 はい、じゃあ今度はね、違うやつ見てみましょうかね。これ見るとわかりますよね。こうね、ここバーンと押すとわかりますよ。まさにポリシックス。こうやって選んだものをまさにポリシックスでございますね。これはもうまさに MS20 のパッチングのところが出てるの分かりますよね。こうやってね、すごいですね。とかこれ、これ STR 音源、これ物理モデルです。これはね、カメラさん、このベクターで、絶妙に変わるのが分かりますよね。これね、面白いのシタールとかで、ね、超リアルですよ、これ。まあこの音でびっくりしたもんね、私ね。という STR 音源とかね。でこれはもうまさにオルガン音源ですね。
で、ロータルスピーカーはこれで。この複合音源ほんとすごいね、というようにね、それをまた組み合わせてここにあるようにこうコンビネーションとして使えてしまうという、ね、ほんとすごいです、まあ、特にね私が気に入ってんのは何と言ったって、まあ、さっきから紹介してるこのパッド系の音色たち、これはねほんとすごいと思いますね。パッド系の音色は、この辺をですねぜひ皆さんもチェックしていただくといいんじゃないかなと思いますね。オアシスでした。